パパラビーズですらしいです。あれ、一言のように言わんとってくれるもんね。こんにちは、今日はですね、はい、ちょっと本当じゃないね、こちらに、はい、ダランタピオカを用意いたしました。これはローソンで売ってる冷凍のタピオカなんですけれども、今日はタピオカをかき、はい、今日はね、タピオカをかき揚げにしてみたということをやってみたいと思います。イエーイ。はい、ということで早速やっていきましょう、はい、まずじゃあですね、こちらのタピオカを、レンジで解凍していただき、何してはるんですか、大丈夫ですか。やめや壊れるやんか、そんな私の。かわいそう、あんたの靴。あった、開けへん、ほんで、うん、やったろって、えてえてな、はい、見ときや、はい、ほら見な、はい、持ってきやんだ、ね、あんたさ、こうやってるけど顔ほんまに映ってないからね、顔すみません。いやだこれ、いやいや、なにこれ、誰かの口に含んで一回ペーしたやつやん、これ絶対。そんな汚いこと言わんとて。耐熱容器に乗せて1分間加熱しますやから、ちょっとあの、お皿貸してくれる。はい、どうぞ。失礼します。はい、どうぞ。これでね、こちらを。はい、どうぞ。そうですね。開けへん、開けた。あ、遅いね。開けろや。じゃあ、貸してやって。ごどいて、あんた。あんたが邪魔やで。あんた、どうせできんのやったら。邪魔やね、ほんでカメラも。ああ、ええ、ああ、いやあ、汚ねえ鍋だな。焦げてんだよ、カレー作って。焦がすんじゃねえよ。どきな、油の場所分かるん、今から油で揚げるんやから。どうせここやろ。ねえ、人の家のやついじらんで勝手に。どうせここやろ。人の人事の家なんですけど。じいじさん全く見えませんので、ではこちらに、うわっ、こうやってね、入れてもろて 100g はまあ目分量でね、はい、そして、はい、こちらね、卵を割らせていただきます。ねえねえ、手洗った？洗った。はい、こんなも、もうちょっと、どんなぐらいやろ。あ、いいんちゃう。あ、いいんちゃうね。地味にここ当たってる。これがね、お前さ、これがね、これがね、なんで今から使わないから、これっていうか、なんでさ、これやってる間に油を温めとかんの。効率悪い。効率悪い。できねえ女だな、てめえ。ね、なんでこんな鍋やねん。タピオカを袋から出していただきます。まず出してくれますが、はい、ね、私はもうゴミを持つ係と、はい、ね、はい、ゴミ係さん、はい、すいません、こちらお願いします。はい、ゴミ係さん、ね、じゃあ私はゴミをね、今後とも持っていきます。はい、失礼します。タピオカさんを水でこうほぐさせていただいて。あ、ザルないねんけど。いいわ、水なくても。ちゃんとあの、中さんと流しに。お米かな、タピオカさん、これ お米かな、これ。ほんまに。はい、もう一発いっときましょう。何がおもろいねん、そんな笑って。ええやん、このまま食べや。ちょっと薄味。いくよ、いただきまーす。やるし、こんなん。まっつ。え、もっちもち。いいやん、なんか、いい感じ。換気扇つきましょうねって。じゃあ、スプーンでちょっとタピオカを取って、かき揚げにしていただき、いきますね。これをこの中に入れて、そしてこうね、いい感じに絡めさせていただいて、で、このままいくよ、はい、食べそう。あ、いいんちゃう、いいんちゃう、次々入れていこう。あ、ちょっと、うるさいな。裏返しにさせていただいて。あ、まだ、あ、かわいい。いや、いいやん、いいやん。え、いいよ。え、めっちゃいいやん。いいよ、いいよ。なんかほんまにちゃんとあれやん。エビフライ、エビの匂いって感じ。あ、え、ほんまにエビフライの匂いする。え、ちなみにタピオカって何か分かってる。何なん。芋。あ、芋なんだ。こちら、ダダーン、タピオカのかき揚げでございます。本当にありそうやな、ね、ありそうやな、なんかほんまに。これ、うまそう。こちらです。じゃあ、早速いただきましょう。でね、味変したいので、はい、私はちなみにこちら、砂糖と生クリーム。え、私は、じゃあマヨネーズ。うまみで、あ、いいよ。私はマヨネーズ。そっちも気になるから。そっち砂糖で、じゃあ、はい、砂糖勢で、おいしそう。
じゃあ砂糖からどうぞ。砂糖いただきます。砂糖が砂糖だけに食べさせていただいて。香ばしい。味美味しい。美味しい。食感が苦手。あ、食感苦手な。タピオカ感触はそのまま。揚げ物っぽくない感触。あ、ちょっとマヨネーズかけて。はい、ということでこちらマヨネーズかけのタピオカいただきます。じゃあこちらをいただきたいと思います。いただきます。感触とマヨネーズの風味はお好み焼きやねんけど、おる。タピオカがやっぱり。タピオカ口に入れてんねんから、うん、ちょっと食べるわ。え、俺なお好み焼きってこと？うん、なんかお餅のお好み焼きみたいな。待てな、タピオカの味も別に悪くない。え、美味しい。うん、ソースあったらもうお好み焼きやん。あ、これソースあったらほんまに美味しい。ちょっと普通に美味しい。美味しい。え、でも美味しい全然。うん、生クリーム砂糖の方が美味しいかと思ったけど、マヨネーズ美味しいねんけど。こっちは生クリーム今。生クリームが一番美味しい。ん？クレープ一番俺は生クリームかもしれない。ほんまに？そう、塩、塩、何？塩だから。あんた生クリーム吸ってたな、今。生クリームだけは吸うなって言ったやろ。言ったわかんねえ。4回ぐらいあとお願いします。あ、4回言わな、わからへんねや。